うちの、 ラインナップご存知の方はちょっと分かりやすいかもしれませんが、フィッシュアイズーム、あの魚眼のズームがあったんですけども、魚眼のズームからうち の、 レンズには基本的に SP コーティングというコーティングをしています。これはスーパープロテクトコーティングという略なんですけども、これはまあ要するに撥水発油コーティングです。コーティングがしてあってですね、油分が定着しない、水も弾くというコーティングです。で実際まあ水なんかも弾くんですね。でずらっとこう、慣れないですね。でこれはもう水だけじゃなくて油も弾きますので、多分個人ではやる人はいないと思うんですけども、これも推奨した使い方ではない、油性マジックで書いても大丈夫です。17万円もしますから、こんなことは普通自分のレンズは絶対しないですね。でこれは油が乗ってませんから、こう拭けば取れるんですね。モニターのレンズでやっちゃいけませんよ。しっかり